どうもこんにちは。今回は最近日本に上陸して話題になっているシャオミのガジェットをたくさん買ったので紹介していこうと思います。すでにスマホやタブレットなどは購入して使っているので今回は周辺機器やその他グッズが主になります。それでは早速見ていきましょう。一つ目の商品はこちら。あれ？ショルダーバッグ？そうなんです。シャオミって家電メーカー、もっと言えばスマホメーカーの印象が強いかもしれないんですけど、水筒やペンなんかも販売している雑貨メーカーでもあるんです。その一つにショルダーバッグがあるというわけだな。ちなみにこちらはアリエクスプレスで1500円で買えてしまいます。相変わらず安いな。肝心のバッグの品質ですが生地もしっかりしていて、縫い目のほつれなどももちろんありません。合格证。你、合格证。你、合格证。チャックを開けると中は水色っぽい色になってます。結構派手だけど個人的にはいいアクセントになって好みです。中にはポケットが2つ、ファスナーでの収納が1つあります。小さくてもポケットが多いのはありがたいな。ここにモバイルバッテリーを入れておいたり、イヤホン、ケーブルなんかも入れておけます。実際に色々詰めてみましょう。まずはタブレット。こちらは10インチのミーパッド4プラスです。これを入れるために作られたんじゃないかと思うほどか。ちょっともうスマホ入れてるんで静かにしてもらえます？せっかちかな。そしておなじみ任天堂スイッチ。普段持ち運ぶ時に使っているケースを入れてみます。ケースに入れた状態でもすっぽり入ったな。最後は財布です。ちなみにこちら昨日現金を出そうとしたら中2000円しか入ってなかった財布になります。キャッシュレスになれると現金の管理がガバガバになるから気をつけよう。最後はモバイルバッテリー。ちょっと無理やりではありますがスペース的には普通に入ります。とりあえず簡単ですが紹介は以上です。1500円でこれはかなりコスパが高いんじゃないでしょうか。とりあえず次はこれを開けてみます。改めて考えるとすごいなと思うな。俺はやっぱサムネも作れるし曲も作れちゃうし動画も編集できる。神は言っている。おとなしく持ってきた方がいい。神様のお告げに従ってハサミを持ってきました。ハサミ持ってくるだけなのに茶番長すぎない？ Best USB Data Cable 王道を行く。あ、これ違うメーカーのやつですね。ベストって書いてるとなんか弱そう。ついでに質問ある。後で実際に使ったけど普通に良いケーブルだった。お次はこちら。サイズ的にキーボードかな？その通りです。中華通販あるあるで箱がボコボコになっちゃってますが気にせず行きましょう。このキーボードは見ての通りフルサイズのキーボードなのですが、Bluetooth と USB での無線接続が可能なハイブリッドタイプになります。Bluetooth と USB の切り替えはバックスペースの上にあるキーで簡単に可能。そしてさらにタブレットなどを置けるスタンドがあったり、Mac での使えるようになっていたりと全部入りキーボードになっています。こちらは説明書なのですが、なんと日本語に対応しているんです。もしかしたら日本でも発売するのかもしれません。早速ペリペリを剥がして。こちらが本体になります。第一印象はずっしりしていてデスクトップに最適だという感じかな。キーは丸型で、キーストロークは少し浅いと感じたかな。個人的にはエンターキーが小さいのは結構なマイナスポイントと感じました。ちなみに USB ドングルはこの電池ボックスの中に収納されています。Bluetooth と切り替えて使えば2つの機器でそのまま使うことができます。早速タブレットで使ってみましょう。右上の電源スイッチを入れて、Bluetooth キーを長押しすればペアリングできます。適当にブログを書いてみましょう。悪いキーは意外と打ちやすい。あ、違う違う。大きなエンターキーに慣れているせいで押し間違いが多くなってるな。エンターキーと、を、間違いやすい。このキーボードはだいたい4500円で購入できます。ちなみにこんなカラーもあるみたいです。お次はこちら。次はだいぶ小さいな。これはケーブルを止めておけるマグネット式のホルダーですね。普通に便利そうなので2個買ってます。とりあえず後で紹介します。もう一つ入ってますね。南京錠？そうなんです。しかし、もちろん普通の南京錠ではありません。本体が出てきました。この真ん中のボタンはなんだ？なんとこれ。指紋センサーなんです。うわぁ、なんかすっごい近代的。初期状態ではもちろん指紋は登録されていないのでどの指でも開いてしまいます。ということで早速登録していきましょう。どうやるのかな？产品介绍锁梁指示灯指纹模块 USB 充电到20号的指纹录入要特别注意。录入新的指纹需要管理。とりあえず8秒間指を当てればいいらしいぞ。今の読めたのか？当たり前でしょ？ほらここ。他の文章は？読めません。でも登録できたっぽいぞ。はい。この状態で指を当てると、簡単に解除できてしまいます。
もちろん登録していない指では開きません。これはすごい便利だな。先ほどのカバンにつけてみるとこんな感じ。こちらのお値段はだいたい2000円ほど。バッグによく鍵をかける方は検討してみてもいいんじゃないでしょうか。ちなみに言い忘れてましたが、充電はマイクロ USB 経由で可能で、だいたい1年持つそうです。お次は先ほどのケーブルを留めておけるマグネット式のホルダーです。見たところこの小さな丸いやつをケーブルにつけてそれを土台につけるみたいだな。この一箱にケーブルに留めるマグネットが3つ入っていて、通常サイズが2つ、少し大きいサイズが1つあります。これにケーブルを挟み込むみたいだな。こちらは先ほどの、ケーブルです。こんな感じにケーブルを挟み込んで完成。あとは土台を好きなところに貼り付けてこれを留めます。土台の方も横長のものと丸いものがあるな。この丸い方が磁力が強くてしっかり保持してくれます。これを実際に取り付けてみるとこんな感じ。見た目よし、実用性よし、そしてお値段は415円。とにかくいろいろよしっていう製品です。これで最後になります。これは車で使うスマホ充電ホルダーだな。見ての通り最大 20W までの無線急速充電が可能な充電器です。とは言っても 20W まで対応しているのは Xiaomi Mi 9などごく一部なので、ほとんどの機種は15から 7.5W での充電になります。そしてさらにもう一つの特徴があるんですが、これは実際に電源に接続してから見ていきましょう。とりあえず入っているものを出していきます。とりあえず付属品から見ていきましょうと思っていましたが、撮影中の私は本体が気になるみたいです。お前はフリマンだ。やっとやめとくわ。は？じゃあ本体から紹介しますね。記憶喪失かな？ここエアコンの送風口に取り付けて使います。これで本体の紹介は終わったので付属品。もう終わり？撮影中の私がやめちゃったからね、仕方ないね。撮影中のお前適当すぎてくさ。これは普通のタイプ C のケーブルです。これをそこに放置してある充電器に接続して使うわけですね。すると青いランプが点灯。はい、ここで先ほどの機能についてですが、実はこれ、スマホなどをかざすとホルダーが自動で開くんです。はい、すっごい便利。こんな感じで無線充電に対応したスマホをかざして、ホルダーに置けば自動でホールドされてさらに充電もされるという便利な充電器になっています。ただ、これはスマホ側の問題なのですが、この P30 Pro 高速ワイヤレス充電器との相性が結構あって、このように充電ができませんでした。ただ、後で試すと 5V 2.4A の充電器に接続して使えば高速ではないですが充電はできました。このように横のボタンを押すと簡単に取り外せます。次の付属品を見てみましょう。順番ガバガバでくさ。これはホルダーをエアコンの送風口以外につけるときに使うやつですね。なんかやってるけど全部映ってないですよ。多分これをはめるっぽいですね。いや、さっきと何も変わってないんだけど。諦めました。諦めない心がかん。さっきのはこんな感じではめるのが正解です。次は実際に車に取り付けてみましょう。お前のその毎回逆に持つ癖は何なの？こんな感じで広げてエアコンの挿入口に取り付けます。これだけで取り付け完了。これがしっかりついていないと走っている時に落ちちゃうので気をつけましょう。あとは USB ケーブルを接続すれば完了です。今回は Xiaomi Mi 9を充電してみます。この機種は 20W 充電に対応しているので最大限性能を発揮できます。このように少し待つと容器が急速充電中に変わります。20W というとあんまりピンとこない方もいるかもしれませんが、iPhone 11 Pro に付属の急速充電器が 18W なのでそれよりも早いです。ちなみに、これだけ高速なワイヤレス充電でも、裏にファンが搭載されているので発熱に関しては問題ありません。いかがだったでしょうか？現在持っている Xiaomi の機器を並べてみましたが、どれも安くて良いものばかりでこれからも増えていきそうです。というか実際編集中にもポチっちゃったんですけどね。まだ Xiaomi は日本上陸したばかりで、国内販売している製品は少ないですが、今後どんどん増えていくと思うのでぜひ皆さんも購入してみてください。それまで待てないという方はアリエクスプレスなどで簡単に個人輸入できるのでぜひ購入してみてください。ちなみにですが、この動画に映っている中でこの丸で囲った製品はブログにレビュー記事があるのでぜひ覗いてみてください。また、Xiaomi 端末のレビューだけではなく、カスタムロムの焼き方なんかも記事にしているのでぜひ参考にしてみてください。ついでにブログでは、お前いつまで宣伝するつもりだよ。そりゃあと40秒は稼ぐつもりだよ。完全に尺稼ぎ目的じゃねえか。もちろん宣伝も大事だからなんならここで記事を全部流してもいいんだぞ。新種のテロみたいなこと言ってるけどここで全部流したらブログいかなくなるから逆効果だぞ。あ、ふーん。あ、そういえば一つ紹介してないのがあったわ。それを先に言えよ。これなんだけど。なんだいこれは？最初に紹介したバッグに入っていた。入っていた？乾燥剤です。舐めてんの？こんなもの舐めるわけないでしょ。何バカなこと言って。